はい、皆さん、こんにちは。ワナリングルフィッシュです。今日プレイしていくのはですね、MLB ザ・ショーの15ですね。ヤンキースの田中がですね、レイズ戦で、見事な、完封劇。まあ、完封勝利ではないんですけど、7回だったかな、完封っていう成績、収めたと思うんですけども、そちらの試合を、この、MLB 上で、やっていきたいと思います。こちらですね。先発、田中、このゲームをやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。この試合は確か、ヤンキースの方がですね、大差で勝利したゲームだったと思うんですけど、この、MLB ザ・ショー上でもね、まあ、田中がいいピッチングをして、勝利に貢献できるように、頑張っていきたいと思います。ヤンキース対レイズというとこですね。もう綺麗なスタジアムだな。これ敵地レイズのスタジアムだと思いますね。トロピカーナフィールドというところ。これドーム球場になってますかね。半ドーム球場かな。まずは1回の表ですね。ヤンキースの攻撃からなりますが、田中将大の投球まで飛ばしたいと思います。1回の表はヤンキース0点に抑えられています。さあ、田中ですね。まずは直球ですね、見ていきましょうか。今日はどれくらい出るか直球。この投球練習では何キロ出てるかっていうのは出ないんですね。今のがスプリットです。で、今度はスライダーを投げていきます。これがスライダーです。結構変化量が多い球ですね。これがチェンジアップ。今から投げるのがチェンジアップです。これがチェンジアップ。あと、ツーシームを投げますね。これがツーシーム。で、プレーの方法、操作の方法なんですけども、今、ゲージがキャッチャーの上に出てると思うんですけど、この赤いところに近ければ近いほど球威が良くなって、この開始の時に出る黄色い線、投球モーションに入った時に黄色い線が今出たと思うんですけど、この黄色い線の上で投げるとコントロールもバッチリということになるんで、ゲージが赤いところギリギリマックスまで引っ張った状態で、なおかつ黄色い線上で、ボタンをもう一度押すとですね、球威マックス、コントロールマックスと。さあ、まずは先頭打者ですね。スライダーから入っていきたいと思います。この試合はですね、スプリットが冴えた試合だったというニュースを見たんですが、まあ、実際にね、スプリットを多投していきたいと思います。2球目はスプリット。これは低めに外れてますね。ニヒルだね。マサヒロ田中の顔は。それでいてバラエティーとかではね、すごい笑顔を見せるんですけど、ね、さあ、ツーボールワンストライクから、これもスプリットですね、外れています。ちょっとフォアボールは出したくないんで、ちょっと真ん中気味なんですけど、球威重視、速球で押していきたいと思います。ストレート、これは落下点に入りました。センターフライですね、先頭打者。さあ、ソーサーですね。スーザーかな。さあ、キャッチャー、マッキャンは
ツーシームを要求しています。ここはツーシーム、おお、ここはただ綺麗にセンター前に運ばれました。カブレラを迎えるところでゲッツー狙いでいきたいので、ツーシームとかね、手元で動くようなボール、打者の手元で動くようなボールを重視していきたい。ここはランナー走るってことはないと思うんだけどな。ツーシーム2球続けたので、今度はスライダー、ボール球からストライクに入ってくるようなスライダー、これはどうだ、追いつくか、 OK、 いいですね、ファールフライに打ち取りました。そしてロングリアですね。まずはスプリット、空振りが欲しい。そしたらボール気味にストレートを1球打つ。お、ただこれがライト前ヒットですね。さあ得点圏にランナーを背負った田中ですけど、おー、なんとか初回は0点でしのぎたい。ファーストランナーもセカンドランナーも、まあ、当然ね3投ってことになるので、走るっていうことはないと思いますので、バッター勝負でスプリットですね。ちょっと甘いところに来ましたけども、スプリットです。もう一球スプリット、はい、サードゴロに打ち取って、初回はね2本のヒットを許しましたけど0点で抑えました。そしたらまたですね、2回の裏の田中将大の投球まで進めたいと思います。で2点ねヤンキースが先制してくれてますので、なんとかこれを守りきるようなピッチングで見せていきたいと思います。まずはチェンジアップから、1球目はねやっぱりストライク取っていくように心がけたいと思います。いきなりボールから入ってしまっていますが、ただ内角の低めを狙ってストレート、いいですね。そしたら空振りを取りたいんで低めにスプリットですね、外角の低めを狙ってスプリットを放っていきます。もう一球同じようなところ、スプリットで空振り三振が欲しい。いいですね、狙い通りのボールです。これが今日多分初めての三振だと思います。まずはスプリットから、初球がねどうしても外れちゃうんですよね。そしたら今度はね、久しぶりにスライダーを投げてきます。田中のスライダーかなり、ま、あの変化量多いんで、ちょっとねストライク取るときは気をつけていかないとボールになってしまうんですよね。今ストレートもう一回投げますけど、あーごめんなさい、スライダーね。で、2&2 になりまして、外角の低め、打者から遠いところにスプリットを投げていきます。がセカンドゴロですね。これで2アウト。ここまで初回にヒット2本打たれましたけども、この回は順調に来てます。いいところに決まった。それと95マイル出てますね。今度今低めにねストレート投げたんで、マッケンが高め要求します。高めのストレート、いいですね。96マイル、2球で追い込んだんで、今度は得意の低めのスプリットで空振りが欲しい。これは振ってくれませんね。もう1球スプリット、
いいですね。真ん中に行きましたけど、なんとかファールしてくれましたね。危なかった。今の危ないボールでした。今度はストレートです。いいですね、空振り三振で96マイルのストレート。さあ、ヤンキースともガードナーからですけども、例によって進めていきます。さあ、3回の裏です。田中リベラを迎えています。1球目はツーシームから入りました。で、2球目チェンジアップを投げていきます。おお、真ん中甘いところに行っちゃいましたね。そしたら2球で追い込んだのでスプリットです。得意の打者から遠いところに投げる低めのスプリット、空振り三振ですね。リベラを空振り三振。これで1番バッターに戻りますか。そうですね、まずはチェンジアップか。今度はね、スプリット同じようなところに投げていきます。いいですね。2球で追い込んで、今度はね、ボール球からストライクに入ってくるようなスライダーを投げていきたいと思います。いいですね、狙い通り3球三振。田中はやっぱりスライダーもかなり切れますからね。日本では落ちるスライダーも投げてたと思うんですけど、一応このメジャーのこの MLB 上ではスライダーはスライスするようなスライダーになってますね。で、落ちる球はもうこの今投げるこのスプリットだけになってます。このボールです。これも2球で追い込みましたんで、最後はですね、ツーシーム、ちょっとボール気味に投げておきましょう。いいですね。そしたら最後はですね、スライダー、外に逃げていく球、ストライクゾーンからボールになるスライダーで打ち取りたい。おお、いいですね、ギリギリいいところに決まってくれたスライダーが。これで三者三振ですね。この回は非常にいい感じになってきました。エンジンがかかってきた感じがありますけど、さらにヤンキース3点追加してくれてますね。さあ、カブレラを迎えます。いいところに決まりました。94マイルのストレート。で、球数がですね、左上の方に、ヤンキースレイズって出てると思うんですけど、で、ヤンキースが5点で、今4回の裏っていうのを示すように4手出てます。で、キャンパス、1塁2塁3塁のキャンパスが表示されていて、その横にカウントが出てます。今あのファールになって、2ストライクになってるっていうのが出てますね。その下にですね、ピッチーズっていうのが、今何球目を投げたかと、41球投げてまして、これを投げると42にカウントが上がります。お、大丈夫か。大丈夫だな。危ない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 。で、42球になったと。今40になってますね。球数も今4回の裏ワンアウトで42球なので、まあいいペースですね。さあ、ロンゴリアを迎えます。5番バッター、まずはストレートから。いいところにストレート。同じところに今度はスプリットで空振りを取りに行きましょう。ファールボールですね。ちょっと高めに打っちゃいましたね。そしたら今度1点内角攻めします。いいですね、見逃し三振のスプリット。外角2球見せてインコースズバッとね、投げ込むような感じで見逃し三振です。1球目、まずストレート内角から放っていきましょう。これはサードゴロですね。いや、非常にいい感じ、エンジンかかってきましたね。一方ヤンキースは5点リードしますから、このリードをさらに広げるようにね、点取ってもらいたいですけど。
実際には9対0でヤンキースが勝った試合だったと、思いますんでね、まあ、それに近い感じになってきてますね。まずはチェンジアップ、久しぶりにちょっとツーシームを投げていきましょうか。同じ球ばっか投げてると狙われていきますね、そのボール。そしたら同じような軌道で今度チェンジアップです。いいですね、タイミングを完全にずらしたような感じ。そしたらボール気味ストレート、ワンボールツーストライクから、おー決まってないか。今のすごくいいボールだったと思うんだけどな、若干外れてたみたいですね。そしたらがね、最後は低めのスプリットで空振りを狙いにいきます。2ボール2ストライクからスプリット、いいですね、見逃し三振です。やっぱりまあ、ゲームとはいえですね、一応その配球をきっちり考えれば見逃し三振を取ってくれる感じがありますね。ナイスセカンド、抜けてたらライト前ヒットっていう当たりでしたけどね、いいプレーでしたね。反応が良かったですね。ちなみに守備も自分でやってますんで結構忙しいです。さあ1球目はスプリットから入っていきましょう。生命線スプリット、今度は同じようなところにチェンジアップですね。スプリットチェンジアップ、いいですね、ちょっと甘いところに来ましたけど、そしたらボールになってもいいところにストレートを1球投げておきます。で最後はインコース低めにスプリットで空振りが欲しい。おー見逃し三振、いいですね。いや非常にエンジンかかってきた。これ三振も結構取ってるんじゃないですか。このゲームの前回のシリーズですね、MLB の14ではダルビッシュを使ってですね、ノーヒットノーランっていうのをやっ挑戦して なんとかね達成することができたっていうのがあったんですけど、初回に2本ヒット打たれて以降はこの田中も以降ヒットを許してない、非常にいい感じできます。スプリットストレートと投げて最後これスプリット空振り三振です。いいですね、リベラを空振り三振です。これで1番バッターに戻ってきますね。3巡目というところです。まずはストレートから内角の低めを狙ってストレート、おーカットしてきた。そしたらですね、今度ボールからストライクゾーンに入ってくるようなイメージのスライダーです。ちょっと真ん中に入ってきましたけど、よかったです。で、まあ、ちょっとボールになっていいような、本当にワンバン気味のチェンジアップ。いいですね。ちょっとコントロールが甘いところに来てますけど、空振りが取れてるのは、田中のボールがいいからですね。ストレート。もう一球ストレート要求してますね、マッキャンが。外角のいいところに決まりました。今度はスライダーです。ちょっとコントロールが甘いところに行き始めてるんで気をつけましょう。スプリットです、空振り三振、まあこれは一塁に投げて、2アウト、ああ、3アウトかな。この回でね、もう田中はマウンドから実際には降りてはいるんですけども、このゲーム上では、もうちょっと投げてもらいましょう。点差は8対0と大量リードに変わってます。まずはチェンジアップから4番カブレラを迎えています。違う違う、4番カブレラじゃないな、3番カブレラだったかな。
おっと、ツーシームですね、当ててきましたね。そしたら同じようなところにスプリットを投げていきましょう。いいですね、低めにきっちりとコントロールされています。I think that's been his best pitch so far in this game. Guys just haven't been all that close to it. And this is foul back and out of play. さあ、ストレートの次は緩急をつけたチェンジアップ。いいですね、空振り三振で。本当に調子上がってきたな。そしてロンゴリアですね。あ、やっぱり4番カブレラで合ってますね。ロンゴリアは5番です。1球目、ストレートがちょっとコントロールミスってしまって、ボールになってますが、今度はスライダー。今度はね、もうちょっとボールになっていいようなスライダーで、もし空振りが取れれば、取れないか。マキアの要求のスプリットをサイン通りに投げましょう。はい、キャッチャーゴロですね。もう完全な当たり損ないスプリット。これで2アウトですね。スライダーからちょっとヒヤッとするような大飛球のセンターフライとかもありましたけど、初回2本ヒット打たれて以降は本当に安定してる。内野ゴロばっかりですね。三振の数もかなり多くなってきてると思いますね。ワンボールツーストライクからはスプリットです。おお、抜かれたか。久しぶりのヒット打たれましたね。ツーベースヒット。久々に打たれたもんね。しかもちょっと点をね、取られるわけにはいかない。ツーアウトランナー見る。ここはもうグイ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 ストレートで押していきましょう。さあ、セカンドゴロですね。もう最後はストレート9位で押したような感じ。これも田中に完封してもらいましょう。お、9対0になってる。これ本当のゲームと同じだな。ちなみにあの投げた時にですね、あの球種何を投げたかっていうのが出ます。今 SL って出たと思うんですけど、 SL はスライダーです。で、今からフォーシーム、日本でいうところのまっすぐ、ストレートですね。まっすぐ投げるとフォーシームになってます。フォーシームのファーストボールのやつですね。さあ、3ボールになってしまったんで、今度は甘いところになってしまいますけど、先頭打者出したくないんでスプリットです。先頭打者は出したくない。真ん中気味にストレート。あー、ごめんなさい、スライダーね。完全なボールですね。さあ、ノーアウトランナー1塁になってしまった。でランナーを出すとですね、あのゲージが異常に速くなるんですね。のんびり回っ、見ることができてたゲージがかなりスピードアップしてしまうので、やっぱりランナーは出さないに越したことはないです。これで連続じゃないですけどフォアボールの後ヒットを許してしまって、ノーアウトランナー2塁1塁。ただ走るようなランナーではないので、もうバッター勝負ですね。ピンチになったらもうストレートで押していきましょう。ツーボールワンストライク。ここももう一球ストレート。そうですね。そしたらスプリットで、空振り取れないか。フルカウントになりましたね。フルカウントになったらストレートです。
もう一球ストレート投げますね、リベラ相手。こう粘ってくるな。そしたら最後はスプリットで空振り三振、取れないか。粘ってきますね。リベラバットに当ててきます。うわー、最後はチンジャップが外れてノーアウト満塁のピンチ。まずはワンアウト惜しい。もう本当に1点も許したくない場面なので、うわっ、内野安打、内野安打で1点許しました。なおノーアウト満塁。ショートはねよく抑えてくれたと思います。あのゴロの飛球だとセカンドランナー帰ってきた可能性ありますからね。なんとか1点でしのぎたい。厳しいですね。さらにヒットを打たれてクリーンアップを迎えるというところですね。まずはストレート、困った時はもうストレートで押していきましょう。なおノーアウト満塁ですからね。3点目を献上です。まあ、ちょっとここまでかなっていうところですね。実際の、ゲームだったら、ゲームっていうか試合だったら、まあ、ただここはゲームなんで、この回までは田中に抑えてもらいましょう。ストレート、いいですね、窮屈なバッティング。ロンゴリアを空振り三振。これで2アウトまで来ました。2アウトランナー1塁3塁と。デズモン・ジェニングスをスタンドイン。やっぱりランナーが出てると難しくなってんですよね。ナイスキャッチ。3点献上しましたが、なんとか抑えたという感じですね。さあ、ピッチャーも変えてくれてますね。なのでこのまま先に進めましょう。いい試合の方は最後レイズに、4点取られてますね。9対7というゲームで、ヤンキースが勝ってます。田中は8回の裏にちょっと乱れてしまいましたけども、それまではもうほぼ完璧なピッチングというところで、このレイズとヤンキースの一戦ですね、お届けをさせていただきました。いかがでしたでしょう。次回もね、田中の登板試合とか、あと上原とかね、岩隈とか、まあそういった試合をね、順次お届けしていきたいと思います。その他この試合見たいだとか、何かご要望あればですね、 YouTube の方のコメント、もしくは Twitter の方で、コメント等いただければ挑戦していきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。